キチャンネル。じゃ、月曜日、ショーチェックのお時間でございます。ね。皆さん、金曜日もしっかり見ていきましょう。ね。月曜、金曜で、ショーチェック出しております。金曜日はね、本当に試合がないターンになるんでね、なかなか、作る方もハードですし、見る方もハードだと思いますけども、佐々木が視聴回数によってエネルギーが増します。はい。ということで、月曜日、ソーチェック、今週もやってまいりましょう。週末ね、いろんな大統領伝会者あり、接戦ありね、面白いカードが続いておりました。ということで、今日はパリーグから行きましょう。西武対楽天。5月13日4対2で西武、14日5対4で西武、15日3対1で楽天ということで2勝1敗で西武の勝ち越しというところになりました。13日4対2で西武、西武先発高橋光成、6回100球6安打4三振3四球2失点と、まあこれでね31イニングぶりの失点という形になりましたけども、まあ毎回ランナー出すもんね、6回芝内のね、バックスクリーンツーランホームランのみで、あとはまあ粘りの投球ね、できたんじゃないでしょうか。で、楽天先発竹中ね、5回3分の2、96球、7安打6三振、2四球3失点と、まあこちらもね、しっかり粘りの投球、先発投手としての役割を果たしたと思いますけども、なんと25球がカーブ、96球中、だから約4分の1、ね、25、だから 27% ぐらいが、カーブという投球割の中で。で、そのうちね、山川に12球連続カーブを投げて、まあこの試合ね、抑えるのもカーブ、打たれるのもカーブっていうところにね、なってしまったような試合の展開になりました。西武はね、2回、山川に5球連続カーブ投げてフォアボール。で、中村三振。で、次レフト前。で、栗山フォアボールで、ワンアウト満塁。で、ここ愛と三振。で、金子が、こうカーブ。これね、カーブ。カーブの反対方向ってね、特に左バッター難しいと思うんだよね。それをしっかり引きつけて反対方向レフトでね、タイムリー。で、セカンドランナー次はね、本塁アウトになりましたけども、ここはね、金子、グッバッティング。ね。で、6回裏、逆転されてすぐ、ね。これ6回表に、島内のね、先ほど打ったツーラン打たれて31イニングぶりの失点になるんだけども、逆転されてすぐ西武はね、滝沢、セカンド、内野安打。これセカンド浅村がね、悪送球。ちゃんと投げてればアウト。あれ足が速いから内野安打になるけども、実質エラーに近い。でも、プロ初ヒット、おめでとう。ね。で、その先レフト前。で、この二塁ランナー、滝沢が一気にホームイン。足も速い。グッ。ね。で、その先はセカンドに行って、なんとここでノーアウト二塁。バッター中村。なんとここで、バッター山川だ。バッター山川。ノーアウトに。なんとここで、ピッチャーが投げる前に盗塁して、で、外されて、サードアウト。バッと。ノーアウト。一気、まあその後ね、中村がカーブをね、バックスクリーンに長嶋監督を抜く445号の通算ホームランを打ったから良かったものの、ノーアウトで、ピッチャー投げる前にギャンブルすぎるやろ、それは。ヒット打って勢い乗りすぎ。これはバッと。ね。で、その後もね、次がレフトでツーベース。で、栗山センターで。まだここね、二塁ランナー次がアウトになるんだけども、惜しいね、こう後続ね、しっかりまた繋げたっていうところは良かったんじゃ、ないでしょうか。ね。で、楽天はね、チャンス来るも一本出ずっていうところで、5回ね、2アウト1、3塁。この西川が、盗塁、試みるんだけども、アウト。リクエストでね。これ絶対セーフにならないと走っちゃダメ。2アウトだから。これちょっともったいなかったね。では結果ね、あとは8回きっちり次がね、こんな犠牲フライで1点取って、ね、水上、平、松田と。グッドリーディー。完璧な試合展開だったんじゃないでしょうか。続いて5月14日、5対4で西武というところで、楽天ね、早川、勝ちはつかなかったけども、6回83球、6安打9三振、1四球1失点と、まあ、ホームにね、力強さが出てきたっていうところでね、このままいけば、2桁、確実に勝てるんじゃないでしょうか。ね。で、西武先発佐藤、5回114球、5安打4三振、5四球、1デッドボール4失点と、ちょっと突っ込みすぎだね。突っ込みすぎて、腕がついてきてない。で、無理やり腕出してくる感じだから、制球が乱れるんだよね。ちょっとホームの方にね、突っかかって腕かなり遅れてるからね。そこら辺ちょっとね、ホームのバランス、ちょっと気をつけた方がいいかなと思います。で、楽天は5回、ワンアウト1塁からね、浅村、ショートゴロ、4、6、3と、ね、ダブルプレーのところが、殿崎がね、ファーストへ高投。で、ここで、ダブルプレーで正直終わってたけども、ダブルプレー取れず、ね、島内フォアボール。で、マルモレホスが、ライトへ、タイムリーツーベース、左に強いっていうね。で、その後、茂木もね、レフトへタイムリーというところで、ここ一気にね、5回に、まあ、2点を取るんだけども、これね、殿崎の守備。こうと、もったいない。ね。で、4対1になって、これはもう完全に楽天かなっていうね、流れの中で西武はね、
7回逆転っていうところでピッチャー交代ね、ブセニッツで、ワンアウトから栗山ライト前で、アイトがねピッチャー強中ヒットで、ブゼニッツの足に当たってひょっとしたら骨折かっていうニュースが出てたんだけど、これはちょっと楽天取っていたいね。でそこでピッチャー交代安楽で、金子三振取ってツーアウト一三塁になってから一塁ランナースタート、ショートがセカンドベース入るで、川越が打ちに行ってバット折れながらショートゴロ打つんだけども、そこにもうショートはいないっていうね、ここのうまいね。まあツーアウトだったからエンドランじゃないけども、いい形のねタイミングよくヒットになって、でその後滝沢がセンターへ同点のスリーベースで、その先の時ワイルドピッチ、炭谷反応遅れたね、どうしたバットね、で逆転っていうね。で楽天はね9回ピッチャー増田、セーブ変わってね。で、黒川がセンターツーベース打って、浅村ね、ここまで二十数打席連続ノーヒットっていうところで、最後ね、フルスイングで三振になるんだけども、ね、調子が悪い。まあ、これ賛否あるよ。正解はわかんない。わかんないけども、チームが勝つっていうことを考えたときに、状態悪い。フルスイングするより追い込まれちゃった、進塁打打ってほしいよね。最低でもそういったところで言ったら、キッてね、なるところを三振。で、島内レフトフライ。代打ギージラウディフライでゲームセット。ね。こう賛否ある。ね。何が正解か分かんない。別にそれを、そんなもん、まあ、フルスイングして調子上げる方が先やろうかもしれない。でも、あそこで進塁打打ってれば、最低でも俺は同点になったと思う。その後どうなったか分かんないけどね。だから調子、あれは調子いい時だったけどね。調子悪いっていうところを考えれば。っていうのもね、俺は一つの策だったんじゃないでしょうか。皆さんどう思いますか。ね。5月15日、1対3で楽天というところで、楽天先発乗本ね、7回123球、5安打5三振、3四球1失点と、まあ、ピンチ作るもね、ピンチの時の投球はさすがっていうね、1個ギア上げていくっていう形で。で、西武はね、3回裏、大田がね、パスボールで1点取るんだけど、バーッと。ピッチャー頑張ってる時にパスは、パスボール、パーッと。ね。で、楽天はね、点取られてすぐ、4回表すぐにね、島内フォアボール、ね、丸森ホースがライトでツーラン、ピッチャー左のエース、強い。左に強い丸森ホス。ね。で、セーブはね、5回裏、2アウト1、2から滝沢がね、三振。で、7回裏、2アウト満塁から滝沢が三振。今日ね、前日、ヒーローインタビューで滝沢っていうところでね、いい形で来た中でね、そうはとんやごらさ。プロは甘くないよっていうところでね、チャンスで。ここ1本出てればね、セーブ、勝ってたと思うけども、これがまたね、プロ野球よ。甘くない。こっから滝沢。ね。スタートだからね、頑張ってもらいたい。ね。で、楽天は9回裏ね、浅村レフト前。で、ワイルドピッチ。これはね、まあ、仕方ない。次ね、大きく前半にして。で、その後のね、パスボール、バーッと。で、結局三塁まで行って、島内、フォアボールで、マルモレス、レフト、犠牲フライ、ダメ押しっていうね、キャッチャー、バーッと。ね。でね、西武もね、エンスから森脇、本田、平、水上とね、踏ん張ったんだけどね、まあ、一本出ずっていうね、まあ、チャンスは作れとっていうね、滝沢、こっから勝負していこうっていうね、形になりましたし、最後はね、ちょっとパスボール、バーッと。ね。ちょっともったいない。でね、浅村も、31打席ぶりかな、なんかヒット打って、やっとね、こっから不調、ね、上がっていけば、まだね、面白い展開になっていくんでしょうか。結果、西武が2勝1敗で勝ち越しでした。続いては、オリックス対ロッテ。13日1対4でロッテ。14日1対0でオリックス。15日8対5でオリックス。オリックスの2勝1敗の勝ち越しっていうところになりましたけども、13日4対1でロッテ。ロッテ先発佐々木朗希。7回86球、6安打7三振、無四球1失点と、安定のストライク勝負。ね。オリックス打線もね、積極的に打ちに行くけども、連打続かず攻略できずっていうね、もう形です。オリックス先発ね、田島。7回114球、4安打5三振、4四球2失点と。まあ、立ち上がりはね、本当に制球悪く、足も絡められて2失点っていうところで。でもまあ、尻上がりにね、安定してきて、まあ、ここら辺はね、しっかり調整、ね、修正できたかなと、思います。ロッテはね、1回、高部がセンター前、で、ここで盗塁。で、中村フォアボール。で、佐藤バンドで、ワンアウト2、3塁からレアードがライトへ犠牲フライ。で、3回、高部フォアボール。で、盗塁。で、中村がね、この3、2から無理やりでも進塁打打つぞっていうところがね、一塁線抜けていって、ライト、タイムリーヒット。ぐーっと中村。ね。で、ピッチャー交代ね、富山になって、8回ね、先頭高部フォアボール、バーッと。先頭フォアボール、何しに出てきたのよ。ね。で、その後、中村、バスターエンドラン空振り。でもこれ盗塁。で、その次、中村のね、ボテボテのショートゴロの間に高部が3塁に行って、で、佐藤、トシア、スクイズで1点。ね。ところで、まあ、このね、スクイーズもね、劣勢の場面とか、ちょっと1点差負けてるところでもね、見たいね、ロッテの攻撃で言えば。だもう完璧にね、佐々木朗希に抑えられて、で、もう高部の盗塁にね、やられる。バッテリー、もっと考えなさい。ね。このもう、走られすぎ。ね。ピッチャーもそうだけど、クイックもしなきゃいけないしね。キャッチャー、不審もね、若干逸れてたっていうところではね、まあ、そこら辺は修正必要かなとね。まあ、佐々木朗希の安定なピッチングでね、
もうどうやって打たれるのかなっていうね、どんどんストライク投げ込む、7回で86球、すごい球数少ないね。こういったところでは自分のねピッチングしっかりできたんじゃないでしょうか。で5月14日1対0でオリックス、オリックス先発山本、8回118球、5安打9三振3四球無失点と、まあ、ピンチもあったらね1対0、もうさすがのピッチングですね。まあそして相手はねロッテ佐藤、6回90球2安打2三振1四球1デッドボール1失点と、まあ、真っ直ぐカーブカットチェンジアップと、まあ、今後もね楽しみだね。なホームはね元ロッテ楽天にいたね河合隆によく似てる、ゆったりしたフォームで腕を使って球持ちよく投げる、そして内外制球力非常に良かったと思います。でもねまあ球速はねそんなあるわけじゃないんで、もうコントロール制球低め緩急っていうところが勝負になってくるんでね。でもまあいいピッチングね、勝ちはできなかったけども次のね登板非常に楽しみですね。オリックスは初回ね福田ライトでツーベースで、胸のセンター前でセンター岡がファンブルで一気にホームイン、バッとメイキングの早かったね、もったいないね。でオリックスはね2安打っていうところでね、まあ、この1点を山本が守り切ったっていうところだけども、ロッテはね3回エチバリアライトでツーベースで柿沼バントで、高部はねサードライナー三塁ランナーエチバリアがねギャンブルスタートしてね帰れずダブルプレー、まあ、これはねギャンブルスタートの、まあ、これはもうデメリットだからまあ仕方ないね。で8回代打福田ライトツーベースで、高部バントで中村フォアボールで、佐藤が4-6-3ダブルプレー、ここで1点欲しかったね。だからチャンスは作ってんだよね、でもそのねギャンブルスタートで、まあ、戦略負けで最後ねダブルプレーっていうところでね、まあ山本がよく踏ん張ったね。でこの辺もねロッテは3盗塁っていうところでね、バッチリ考えなきゃいけないね、タイミングとかクイックとかね含めてだけどね。で9回ね最後平野エチバリアの伏見、よく頑張ったね、キューってよく頑張って気持ち出た ね。で結局最後ね井口さん隊長っていうねところです。はい、15日、8対5でオリックスっていうところで、オリックス先発宮城ね、6回3分の1、106球、7安打7三振、1四球5失点と、まあ勝利投手になったけども、ちょっとね、なんか、フォームが緩いっていうかなんかね、踏み込んでいくときに、右足に、の股関節に体重がなんかね、しっかり乗る前に回転してるんだよね。だから多分、ストレートもいまいち切れないし、変化球の曲がりも早いように、まあテレビの画像だけどね、ちょっと見える。ね、全体的には。だそこのちょっとホームのね微修正はちょっと必要かなっていう風に感じました。まあもともとねそんなキャッチャーの方にグワって出ていくタイプじゃないからねあれだけども、若干股関節にね体重の乗りが浅いんじゃないのかなっていうねところは感じます。ロッテ先発のメロ、5回119球8安打6三振5四球4失点と、まあ立ち上がりねアウトコース際どいところを振ってくれずね、まあフォアボール出て、まあ2回はストライクゾーンの勝負ねしていった中で、まあ仕留められたっていうね感じかな、投球自体は。でまあそんな中ねロメロね、まあ右バッターへのインコースとかあんまり投げないっていう人いるけども、基本ねそんなにインコース使うタイプじゃないからね、外のツーシームとかチェンジアップとかスライダー系インコース入れてもそこでカウントを整えながら勝負していくっていうところのタイプだから、その中でまあツーシームチェンジアップ低めのスライダーということを、まあ、なかなか振られなくて、またあとは制球定まんなくて、まあ、フォアボールになったことによってストライクゾーンで勝負しに行った結果がね、まあ、ちょっと打ち込まれたかなっていうところはありますね。まああとは、まあ、8対5っていうのになるんだけども、2回ね、裏には野口がヒットで、これ紅林バンドで伏見がねセンタータイムリーツーベース打って、で福田のセーフティーうまかったね、あれがね次の追加点読んだね。でワンアウト一塁になって宗がねライトへタイムリーヒットね。で5回の表にね山口センター前で、岡センター前ので、安田アウトになるけども、エチバリアがねふって振ったがねレフトに飛んでいくっていうね、タイムリーツーベース打って、で高部のねセカンドゴロフィルダーショーキス、あれ低め投げときアウトだね、これねキャッチャーの気持ち分かったやろ、ちょっとでも高いって言われるんだよキャッチャーと一緒、あれ低めに行ってたらアウト、あれ高いからセーフね。でその後中村のね、サードゴロ胸がね中途半端な体勢でホーム投げて、中村にあそこね投げない勇気必要、もう無理だったらファーストっていうね。まあその後ね、佐藤俊也の時ね、ファーストゴロホーム挟まれてアウト、その後福田ね三振って踏ん張ったからよかったけども、何でもかんでも投げない、アホの一つ覚えみたいに無理だったらやめる、でワンアウト取るね、これ大事、もう9回とかだったら勝負だけどね。でもしっかりねその後5回裏にワンアウトから中川フォアボールで、野口の時に盗塁して野口三振で、紅林がねライトに同点タイムリー振って、伏見がねタイムリースリーベースね、これ岡もう惜しかったね、あれ取ったらスーパープレー、グローブ入ったけど大地にね両手で行き過ぎたね、あれカテカテ行ってたらひょっとしたら取れたかもしれないけども、まあ、このねすぐさま逆転したっていうのはねオリックス大きいね。で6回裏ね、宗がレフトへツーベース、で大城バントで、杉本のねサードゴロファンブルバーッと、これもう取ってた、多分点取られてなかったけど、その後頓宮フォアボールで、中川が創成一生の小川の、ね、スライダー
うまく打ったんだよ。ね。タイムリー打って、その後野口もね、タイムリー、これで寄って。まあ、これでもほぼ決まったね。まあ、ロッテはね、7回表にエチェバリアのね、タイムリー。で、佐藤としての犠牲フライでね、2点返すけれども、まあ、これはね、ちょっとなかなか、きつかったっていうところでは、オリックスがね、いいところの集中打っていうのが出たしね。まあ、お互いミスはあったけどもね、オリックスの方が集中打が出た。っていうね、形かなと。で、まあ、ロッテはね、これ5回表にね、このワンアウト2、3塁から佐藤福田でもう1点取ってればね、状況大きく変わった。だから取れる時に取れなかった、ロッテ。ね。取れる時にしっかり連打をつなげたオリックスっていうところがね、勝負の決め手かな。で、まあ、オリックスがね、2勝1敗で勝ち越しになりましたけども、レアードが、ね、2回に退場って言ってね、白井さん。ね。だからね、この前の佐々木朗希のそのね、問題、審判との問題の時に多分俺言ったはずなんだけどもね、感情を出して、対人間として、それ若干ね、なんでお前偉そうにしてんだっていうのはあるけども、感情を出してくれる方が我慢してくれるんだよね、審判っていうのは。でもだから結局、あの時も言ったけど、もう我慢してくれなくなって、もうルールに則って物事を遂行されると、もう速攻退場とかになるよっていうところでね、もう多分あれだと話し合って、もうルール通りに行こうと、ね。もうそんなんもう言わないで、もう一発で行こうっていうところで、その前のね、井口さんの時もですね、その最後ね、見逃し三振で抗議して、まあストライクボールの判定は抗議できないっていうところで、出てきたことによって一回警告されてて、で、まだ言うから結局で退場。で、今日のレアードのやつもね、一回目こうやってね、警告されて、で、その後ね、また言う暴言、ね、吐いたって言うからね、退場。あれ、もしね、感情出してくれるとは、お前何言ったって言ってね、言う風に、またいざこざが起きてね、退場までにはいかないんだよね。その間に誰かが止めるからね。でも、もう、ロボットマシーンのようにルールを遂行されるから、はい、やることやって、はい、もうあと退場です、みたいな。多分これからね、なんかあったらもうその手順でね、もう感情を出さないで、もう物事を平然と遂行されて、もう段取り通り審判にやられていくから、もう多分こういう機会増えるから、選手と監督、コーチもね、もっと気をつけた方がいいね。まあこういったところ、佐々木問題で、こういう風になってるね、いいも悪いもっていうところはね、非常に感じましたね。まあどっちにしても文句言う方がね、ルール上ダメなんでね、この退場は仕方ない。続いて、日本ハム対ソフトバンク。13日1対0で日本ハム。14日2対0で日本ハム。15日10対2で日本ハム。日本ハム、今季初の同一カード3連勝っていうね、ところになりましたけども、13日ね、1対0で日本ハム。日本ハムね、先発伊藤。9回116球、3安打6三振、2四球無失点と。まあ、左足がね、しっかり体重に乗り、出ていくときに一瞬ね、プッて曲がるのよ。で、そしていいバランスで投球するっていう、プッていうね、間が、これ分かったらプロよ。なんか間がね、すごい俺にはね、いいように感じる。でね、ソフトバンク先発戦が、8回122球、4安打14三振、1球1失点と、もうホークのね、ブリ落ち加減がグッと。めっちゃ落ちてた。自身ね、初の最多三振、14。ね、こちらも完投。っていうところでね、まあ、日本ハムの4回ね、石井がレフト前。で、千賀がね、こう足が引っかかって、ボーク、これ痛かったね。その後、清宮ホークで三振、野村ホークで三振取って、万波、2エンド2からストレートね、センター前抜けて、この1打点。これで、1対0。まあ、仕方ないね。ソフトバンク、若干打線が。ね。で、14日、2対0で日本ハム。ね、日本ハム先発、噂、8回108球、5安打3三振、2球1デッドボール無失点と。まあ、ストレートがね、いつもより勝負どころでね、低めに行ってたと俺は思うんだよね。で、そっからね、フォーク、ナックルカーブ、カット、生きたね。そのおかげでね。だからこういうところに来るともっと安定するね。やっぱこう、低めっていうのはね、俺は大事なんだと思う。高めも大事だけどね。で、ソフトバンク先発大関。5回3分の2、99球、7で4三振、無四球2失点と。で、無四球でね、ストライクゾーンで勝負できて2失点。これはね、グッと、非常にね、グッピッチ。ね、打線の援護がないからね、勝てないだけで。まあ、日本ハムはね、連打でワンチャンスをものにするっていうところでね、まあ、3回、ワンアウトから宇佐美がね、ライト前。で、谷内がライト前。で、松本ライトフライで倒れるけども、2アウト1、2から、今川がね、2ボール1ストライクからね、フォーク、高めに浮いてきたところをね、レフトへタイムリーツーベース。この2点でね、勝ち切ったっていうね。で、ソフトバンクは、1回、2回、4回、チャンスで1本出ず、あと後半はね、もうチャンスすらないっていうところで、初回ね、2アウトから柳田ライト前、グラシアルね、内野安打、中村晃、2アウト1、2からライトフライ。で、2回、先頭柳町フォアボール。で、大林がレフト前、ノーアウト1、2からリチャードはね、ダブルプレー。これ痛かったね。回デッドボール。で、三森が2アウト1、3からファーストボール。で、4回、ワンアウトから上林ね、2ベース。で、ワンアウト2からリチャード、回がね、アウト。この 1,2,4 で1点でも取れたら状況は変わったけども、ちょっと続かない。まあ、でもそこはね、噂。ね。
で15日10対2でね、日本ハムっていうところで、ソフトバンク先発石川ね、3回3分の1、84球6安打、三振0、4四球1デッドボール7失点と、まあ立ち投げだね、もう状態のみ力入ってもう関心全く使えず、手で投げてるからぶん回しだけで制球乱れまくり、ちょっとほんと立ち投げすぎる、もうちょっと食ってね入っていかないと、あの伊藤美穂の目っていう間がねあるように食って入っていかないと、ちょっとね制球バランスちょっと悪かったね。で初回ね、柳田がセンターバックスクリーンツーランでね、いいスタート切ったけども、まあそれだけっていうね。で日本ハムはね、2点先制されてね、2回裏すぐさまね、松本がねライトにタイムリーヒット打って、ツーアウト一三塁からダブルスチール成功っていうところでね、まあこれでもね、ソフトバンクも見破ってんのよ策はね。だからちゃんとピッチャーカットしてんのに、石川がね三塁側に避けたのを見て、甲斐はねわざわざその三塁側に投げてんのに石川が取らないっていうね。で結局ダブルスチール成功っていうね。あれもうこれがね今日の多分ね試合のキーポイントよ。あれでもしあそこで石川が取って三塁ランナーの水野をアウトにしてたら、多分その後の作戦遂行しきれなかった可能性もあるっていうか、流れが変わった可能性もある。この石川のサインミスで今日はね負けだって言われてもね過言じゃないぐらい、ちょっと隙をね作ったかなと。しかもねベンチも含めて策をね日本ハムの見破ってただけにね、もったいないね。で4回裏ノーアウト一三塁からね、今度は今川がセーフティースクイズで一塁からダブルスチールして、で万波のセンターねタイムリーツーベースで、6回裏には万波がねツーランホームラン、もう完勝でございます。もうね、まあピッチャーがね、まあこの3連戦日本ハムのね投手陣も2失点しかつてないっていうところでは、ピッチャーがね非常に、頑張ったし、いいところでね1本パーンって出ることによってね、チームはいい方向、作戦も回って完璧な3連勝でした。ゴーッと。さあ続いてはセリーグ、広島対ヤクルト、5月13日雨天中止、14日3対5でヤクルト、14日5対5の引き分け、1勝1分けでヤクルトの勝ち越しでした。14日ね5対3でヤクルトというところで、広島先発森下ね7回119球10安打7三振1四球2失点と、でヤクルト原5回89球6安打2三振1四球2失点と、まあ両投手ねしっかり試合は作ったけども、チームのねミス、そして攻守攻打ね、最後には一発の数で勝負が分かれたっていうね。ところでは初回ねヤクルトワンアウト満塁から中村ね、サードファーストファールフライ、マクブルーム落球、この後レフトへタイムリーヒットっていうところでね、これ取ってれば多分点取られてなかったね、この初回の。これ非常にねもったいないね。で5回裏広島ワンアウト一三塁からね大森4-6-3ダブルブレーカーっていうところで、ショート長岡がファーストに好投で一塁セーフ、これで1点、もったいない。こういったところね、このまあ、お互いね防げるんだけどもね。で、まあ、その前にね、中村がレフトにね、ヒット打つけど、あのインコースのさばきいいね。中村。インコースのね、さばき。ね。で、ここで逆転。で、その後に6回ね、村上のレフトに、ホームラン。で、捉えたら取り返すぞっていうところで、6回裏ね、今度は坂倉のホームランっていうね、ところで、で、8回には今度、村上のホームラン。で、中村がね、ファースト内野安打。これも3-1のプレー、マクブルームね、ファーストへ悪送球。ね、でワンアウト2、3塁になって長岡がね勝ち越しのタイムリーで、9回山田のホームランっていうところでね、ミス攻守攻守もあった、ライトねいいところにね取ってた太田、そして、中村ね、あのフェンス際非常にねグップレーね、でこうだ中村のとかね長岡のとかね、で最後一発勝負でね、あの一発の数で勝敗がね決まったかなっていう感じがします。で14日、5対5で引き分けっていうところでね、まあお互いまだちょっとミス多かったねこの試合ね。おまあお互いで、まあ初回ね村上の、ツーアウトからね山田内野安打、村上がねホームランっていうね、もう村上がここから行くんちゃうかっていうね、ところで、でも広島がねそんなわけにいかないぞっていうね。で5回裏琴のボテボテの内野安打、あれは無理だね。で中村のライトへホームラン、ライトだからねホームラン。でその後磯村ライト前、でアンダーさん堂林アウトになるけども、まああの一塁ランナー堂林が残って、ここ盗塁成功、盗塁成功って言ってもあれよ、ファーストに牽制したのに飛び出したのよ。でオスナが取ってセカンド投げようと思ったら二遊間誰も入ってないの、バーッと。で残って菊池のねヒットで勝ち越しね。その後やられたやり返す3点だっていうところでね、
山崎ヒット。で、山田アウトになるけども、村上がね、センター前。ワンアウト、一三塁からね、宮本のセーフティースクイズ。ケッて。マクブルーム。もうね、さっきのオリックスの時も言ったけど、あのね、セーフティースクイズでね、もう絶対セーフなのにね、これどこの球団もそうだけどね、無駄にホーム投げすぎだね。ここはもう取られてもいいから、ワンアウト取れよ。そしたらその後状況変わったかもわかんないのに、オスナヒット。で、満塁でまた長岡がね、勝ち得しタイムリー。で、内山のね、サードゴロを管理1点っていうね、ところで3失点。これも非常にもったいなかったね。で、6回裏、捉えたら取り返すってね。で、ワンアウト、ツーアウト一三塁から松山がね、ライトへ同点タイムリーツーベース。坂倉がね、よくホームまで走って。あれじゃカメラよ。ヘッドスライディング行った方がいいよ。足越えてんのに手ギリギリだってよ。あれ危ない。ヘッドスライディング。だからこの試合もね、まあマクブルームとかね、あの二遊間ね、ヤクルト入ってないとか、ちょっとミスがあってね、もうお互いちょっともったいなかったね。まあしかしね、投手陣ね、特にリリーフ、大西田口、今野、木澤、コール、マクガフ、そして堀江、矢月、ケムナ、栗林、森浦、矢蓋、ターリ、グッド。両チームね、リリーフ、よく踏ん張ったんじゃないでしょうか。若干ね、この2連戦、広島もヤクルトも、ちょっとミスが多く、それが失点に絡んでるっていうところで、そこはね、火曜日からの修正ポイントになってくるんじゃないのかなと思います。結果、1勝1分けで、ヤクルトの勝ち越しでした。続いて、巨人対中日。13日、5対2で巨人。14日、7対6で巨人。15日、9対3で中日。巨人の2勝1敗で勝ち越しでした。13日、5対2で巨人ということで、巨人先発投手、7回107球、5安打2三振、3四球2失点と、まあ、粘り強く投げれたのは、まあ、確かかなっていうね。確かにストレート力強かったかなっていうね。まあ、でも全体的に球が高かった印象。まあ、その中でね、まあ、5安打2失点、まあ、ストレートが力強かったっていうところでね、まあ、粘ったかなっていう感じはします。で、中日王のね、6回96球、6安打4三振、3四球2失点と、まあ、制球がね、まあ、思い通りにいかず、ちょっとイライつくね、姿がマウンド上で見えたけども、まあ、こちらもね、2失点と、まあ、なんとかまとめたかなと。あと、キャッチャーの石橋もね、よくね、その中、リード、配球だけじゃなくて、ピッチャーのコントロールも含めてリードをしっかりね、できたんじゃないのかなと思います。巨人はね、初回、先頭打者ホームラン、丸ね、暴く入ったストレート、ライトへ一発っていうね。まあ、原さんのね、コメントで丸一番っていうのは出塁率が高いから一番にしてるっていうね。まあ、この試合のところで言うと、出塁率3割3分9厘っていうね、ところです。で、中日はね、2回すぐ、2アウト1、2塁からね、石橋のセンター前、これ1点同点っていうね、2ストライクはノーステップにして、なんとかしても食らいついていくぞっていう姿勢。ガッと。ね。で、巨人、4回、ポランコ対オード、ね、6打数6安打10割っていうところでね、まあ、ボテボテのショート内安打、もう何打ってもね、ヒットになるっていうね。で、岡本フォアボール、ね、中田がね、バンと、1球目ファウルして、うわ、これなかなか、うまくねえな、と思ったら、なんと、6245打席、目に、初バンド、グッと。ね、これ2位です。なんと1位はね、張本さん、7669打席目にバンとしたみたいです。で、大城のね、ショートゴロの間に1点。まあ、これもでもね、セカンド阿部、ダイビングキャッチ、グッと。あれよく止めたね。あれ抜けてたらね、もっと大量失点っていうところでは、阿部もね、ナイスプレーだったと思います。で、中日は6回、ビシエドね、その、戸郷の浮いてきたフォークボールをレフトへホームラン。で、巨人はね、7回裏、2アウトから丸フォアボール、ウォーカーライト前。で、ポランコね、2アウト1、3塁から、これランエンドヒットの形になって、ウォーカーが走ってね、ショートがセカンドに入って、まあ、そこ誰もいないところ抜けていく。で、タイムリーの1点。もうほんと何やってもうまくいくっていうね。で、8回、中田がなんと、レフトへ。ツーラン、ホームラン、うりゃーって言ってホームランでね、しっかり勝ち越す。中田、グッと。ね。で、14日、7対6でね、巨人というところで、巨人ね、シューメーカー先発、5回67球、5安打2三振、4失点と、いうところで、まあ、制球ね、ちょっと甘すぎるし、高いし、まあ、打たせて取るタイプ、そういうスタイルっていうところで、まあ、コース低く投げなければね、ちょっと苦しいかなと。あとはね、周りもね、情報も豊富になって慣れてきたっていうところもあるんでね、なかなか最初ね、ノーヒットノーラン、完全試合しそうになったけども、そこら辺はね、しっかり投げていかないと、そんな、まあね、甘くはないかなっていうところがあります。中日ね、先発高橋。5回3分の2、106球、5安打7三振、4四球2失点と、もう最後はね、押し出しは疲れたかなっていうところあるけども、まあ、特に変化球ね、カットボール、フォーク、しっかり低めに投げれて、グッドピッチ。ね。で、中日はね、6回まで完璧な試合展開で、まさか、逆転されるとは、正直、思わなかったね。初回ね、先頭小林が、セカンド内野安打で出て、で、三つバントの時、牽制ね、シューメーカー悪送球、で、送りバント、で、ワンアウト三塁でね、内野ゴロで1点、泥臭くね、1点取って、で、2回表ね、アリエル・マルティネスツーベースから高橋ね、ライト下のツーランホームランと、3対0。で、5回、小林のね、犠牲フライ。で、6回、ね、
1アウト満塁から、サードタイムリー内野安打っていうところでね、1点取って、5対0。こっからまさか逆転されるとは思わなかったね。しかもこの6回の表のこの1点もね、根尾の時ワンアウト満塁からピッチャーゴロね、菊池、ホームゲッツーだけど、ちょっとイップス系かな。投げれなくて、あれゲッツー取れなかったのちょっと痛いね。まあ結果勝ったからね、よかったけども。まあそっからね、巨人はね、ポランコが絶好調っていうところでね、6回裏、ポランコがね、ノーアウト1、2からライトへタイムリーツーベースで1点取って、で、ツーアウト満塁になって、この中島のね、代打押し出しっていうところもね、痛かった。まあここはちょっと高橋ね、疲れたかなと。で、7回裏、なんとポランコがね、レフトタイムリーツーベース打って、ワンアウト2、3塁、岡本敬遠で、ワンアウト満塁で中田勝負っていうところで、中田がうりゃーと言って満塁ホームラン。グッズ。一気に、逆転。ね。で、9回ね、デラロサのボークでね、中日1点取るけども、まあもうね、ポランコ絶好調。中田の満塁ホームラン、一気に大逆転。まさかっていうね、試合でしたね。で、15日、9対3で中日っていうところでね、巨人先発ね、高橋、1回3分の2、37球、6安打2、3死、4失点でね、降板っていうところで、立ち上がりそうでもなかったけど、打たれ出してから全部真ん中にね、入るようになってきて、まあバッテリーごとね、交代させられて、で、もう、あとはもう中日のバッティング祭りです。もうね、2回、アリエル・マルティネスヒットタイムリー、ネオのね、タイムリーヒット、ディアナギのね、内野安打、で、あれ、北村で冒頭。あれ、無理して投げなくてよかったね。あれ、難しいよ。あの冒頭はね、で、三ツ俣タイムリーツーベースで4点取って、で、3回の表、ネオがね、まだタイムリーヒット。で、6回の表に、ビシエドのね、レフトへツーラン、アリエル・マルティネス、ね、アベックホームランっていうね、でもうここで一気に8対0。まあその後ね、3点返すけども、まあこれもジエンドっていう形で、結果ね、柳が7回124球、6安打8三振、2四球2失点とね、しっかり試合をまとめて、打線が爆発して3連敗を逃れるっていうね。まあここちょっとアリエル・マルティネスがいいね、非常に。で、これビシエド打ち出してきたら、若干打線が怖くなるからね、ちょっと今週のね、中日は面白そうだなと。原さん激怒でバッテリーそのまま交代。変えたけど、キャッチャー変えたけど、打ち込まれる。ね。どうすればいいやみたいなね、キャッチャーのせいだけじゃないよっていうねところは言いたいです。はい、結果9対3でね、中日の勝って、全体的には巨人のね2勝1敗で勝ち越しでした。続いて DeNA で阪神、13日は雨天中止、14日2対9で阪神、15日8対1で阪神、阪神の2連勝ね。阪神もなんか連勝連敗連勝みたいなね、こういいまとめてきたらね、いけるような感じは俺はするんだよね。まだね、虎はね這い上がれるよ。試合見ててもね、俺はそんな感じがする。そんなね、劇とか勝つ入れなくても、まだまだね、いけるような気がする。まあ、その中でね、14日、9対2でね、阪神っていうところで、阪神ね、先発青柳、6回89球、8安打6三振、無四球2失点と、もう安定の4勝目、防御率 1.09、グッズ。もう、いいね。非常に素晴らしい。もう、あれこれ言うような感じじゃない。完璧です。ね。で、DeNA 先発ね、上茶谷、4回3分の2、73球、8安打3三振、1四球7失点と、まあ、フォーム的、リリース的にはそんな悪いようには見えなかったけども、まあ、甘く入ったところを、もう、ことごとく見逃されず打たれたっていうところがね、まあ、この結果につながったかなっていうね。まあ、そこまでなんか、確かに、これ、そんな悪く、俺は見えなかったけどね、フォームのバランス的にはね。で、阪神ね、中野が5打数4安打4打点2ホーマーと大活躍っていうところでね、まあ、初回、速攻で近本センター前、中野がライトへツーベース、で、丸でライト犠牲フライで、佐藤がインコースのストレートをライトへタイムリーツーベース。ね。で、2回、近本がね、レフトへツーベース、で、中野がね、ホームラン。で、5回は、ワンアウトから中野センター前、丸とレフトへツーベース。で、佐藤敬遠でフォアボールで大山がセンター犠牲フライ。で、これで終わらないで糸井がね、ライトへタイムリー、ゆっくり振って合わせていくっていうね、糸井らしいね。でも打球は速い。グッパッティング。ね。だからきっちり全体的に全部ね、結局はね、中野が絡んで、ね、最後はまたライトへね、1試合2発のホームラン、サイクルかかってきたけど打っちゃったみたいなね。こういっちゃった。打った瞬間、おお、最後あるんちゃうかと思ったけど、もうスタンド超えましたっていうね。ところで、中野、ナイスバッティング。ね、で15日、1対8で阪神というところで、阪神先発ね、ウィル・カーソン、6回98球、5安打3三振、1四球1失点と、まあ、ランナー出すけれども、まあ、打たせて取るスタイルというところは、実行できたのかなと思います。DeNA ね、先発、東、3回71球、6安打4三振、2四球1デッドボール4失点と、まあ、5連敗というところでね、抹消、まあ、たまに力ないね、全体的に緩いようにね、感じたね。で、阪神は2回表ね、糸井デッドボール。で、糸原レフト前で梅野三振、ウィル・カーソンバンドで近本がね、レフトオーバーのタイムリー2点ツーベース打つんだけども、レフト宮本追いかけ方がまずい。取れるでしょ、こうなんか
横に行って後ろ下がったよね。あれそのまま斜めに後ろ下がっていったら多分取れたと思うんだよね。なんかちょっと覚え方がまずかったよね。まあ、バットまでじゃないけどね。で、3回表、佐藤ね、インコースストレート、カチコン打った瞬間、あれ良かったね。あれもう打てるようになってきたらいいね。もうちょっと速い球でも打てるようになってきたらいいね。で、6回表、ワンボール、ワンストライクからインコースストレート、今度佐藤ね、センター、ちょっと右中間よりホームラン。DeNA バッテリー、打たれてもそれ、もう続けんの？インコース。もうちょっと違う策とかないのかな。もうちょっと違う策をやった方がいいと思うんだよね。もうそこ完璧に打たれてんのに、またインコース、またインコースって、それは相手も分かっちゃうよ。もうちょっと振るとかさ、違う策持っていかないと、なんかもう同じように打たれてるようにしか見えない。ね。で、DeNA はね、4回裏、外がね、ライトでツーベース。で、牧ね、ショートゴロ内野安打。で、ノーアウト1、3塁から、宮崎ショートフライ、飛ばしはレフトフライ。で、このね、宮本の時にね、牧が盗塁アウト。これがどうなんやっていうね。まあ、4回のこの佐藤タイムリー取って、これもう1点いこうっていうところでね、牧でワンアウト1、3塁からこれ、で、ツーアウトになって、盗塁、そこまでして盗塁必要かなっていうね。もったいないね。まあ、でも結局ね、8対1と、もう阪神祭りだ、わっしょいわっしょいっていう形でね、しっかり。で、その後もね、岩貞、浜地、梶谷、斉藤といったところがね、まあ、しっかりランナー出しながらもね、粘りの投球っていうね、ところでは、阪神がね、まあ、完勝じゃないでしょうか。ちょっと DeNA 的にはね、まあ、怪我人が抜けたり入ったり抜けたり入ったり、でも宮崎帰ってきたからね、次のカードからどういう展開になってくるのか、若干ミスがね、あるっていうところでは心配なところはあるけども、ね、結果、阪神の2連勝でした。さあ、ということで、今週のベストライン発表していきましょう。パリーグから、ピッチャー、ショートバンク、東山、ノーヒッター。キャッチャー、オリックス、伏見、週間5割。あとは、盗塁、しっかり刺しましょう。しかし、ピッチャーにもクイックしてねって、しっかり言いなさいよ。ファースト、楽天、マルモレホス。対左、3割8分5厘。対右、1割台。ワオ、はい。セカンド、日本ハム、石井、作新学院。サード、楽天、黒川、21歳3年目です。ショート、西武、滝沢、新潟出身、関根学園、これから頑張ります。レフト、オリックス、福田周平、リードオフマン。センター、日本ハム、松本、現在首位打者です。ライト、日本ハム、万波、そうですね、は禁止です。DH、楽天、島内、明治大学、魂。前へ前へ、それはラグビー。はい、リリーフ、楽天、ソンチャーホ、グッドリリーフ。続いて、セリーグ、ピッチャー、広島、高田、パームの使い手。キャッチャー、中日、石橋、必死さ出てるよ。頑張れ。ファースト、中日、ビシエド、副長か。セカンド、DeNA、マーキ、ジーゴです。サード、ヤクルト、村上、サンホーマー。こっから量産か。ショート、阪神、中野、そろそろチームもエンジンかかってくるぜ。レフト、中日、アリエル・マルティネス。コマンダンテ、マニュエル・ピティ・ファンハルド・体育大学。センター、近本、大阪ガス。ライト、巨人、ポランコ。ポランチョはしないでね。リリーフ、ヤクルト、コンノ、被安打ゼロ。完璧です。はい。ね。ということで、次のカードはどうなってますか ?17 日から。ね。申し送り事項、言っときましょうか。パリーグ。ね。ロッテ対楽天。ロッテの皆さん。楽天。浅村も、ね。ヒット打ちましたし。でも、西川、浅村、鈴木大地、島内、マルモレホス、完璧に抑えてますんで、そのまま行きましょう。楽天の皆さん。ロッテ、高部を出したら終わりますよ。あとクイックしないと盗塁されまくって、バンバン気づいたら失点してますよ。気をつけて。オリックス対日本。オリックスの皆さん、日本ハムがいろいろやってきますね。ダブルシール、セーフティースクイーズ、盗塁。ね。若手は勢い増してきた。連勝中。ビッグボス采配に飲まれるな。気をつけて。日本ハムの皆さん、オリックス、接戦をものにして、これだからもどんどん、帰ってきてます。ね。勢い、今のままで行きましょう。連勝、頑張って。西武対ソフトバンク。西武の皆さん、ソフトバンク、全然打ちませんよ。ね。安心して、思い切って投げていきましょう。なんて言っても、防御率、今、完璧ですよね、西武。
ね、思い切っていきましょう。大丈夫です。ソフトバンクの皆さん、西武は山川、気をつけていきましょう。ね、滝沢、若いの、勢い乗って来てますよ。ピッチャーいいんでね、早めの援護してあげてくださいよ。ね。続いて、セリーグ、巨人対広島。広島の皆さん、巨人、ポランコ気をつけましょう。ね。ウィーラーじゃない。ウォーカーだ。ね。気をつけましょう。ね。でもね、ポロンチョブする可能性あるから、外野に飛んだら走っていきましょう。ね。何かあるよ。巨人の皆さん、カープ、勢い乗ってますけど、若干ミス多くなってきてるんで、そこね、ついていきましょう。ついて。いい形の結果、出ますよ。ね。でもリリーフいいんでね、早めに勝負つけましょう。まあでも先発もいいか。まあでもね、打って、打ちまくれ。頑張れ。ついて、ヤクルト対阪神。ヤクルトの皆さん、阪神、サトデル、インコース、打つようになってますよ。インコースばっかり行ってると、カチコン、行かれますから、気をつけてくださいね。あと中野、状態いいですよ。サトの前に、ランナー出さないように、頑張っていきましょう。阪神の皆さん、ヤクルト、リリーフいいんでね、ちょっと前半で、パンパーンと行きたいですね。あと村上が、ちょっともうやばいですよ。ね、パンパン打ちますから、ね、村上の前にランナー出さないように、頑張っていこう。中日対 DeNA。中日の皆さん、DeNA。バタバタしてますよ、選手ね。コロナとか怪我で抜けてますからね。ここ一気に勢いに乗って、ね。この日曜日の試合のようにガチーン行きましょう。頑張って。DeNA の皆さん、中日、アリエル・マルティネス、ビシエドが起き出してきましたから、とにかく1、2番抑えましょう。これ出すとね、ややこしくなる。ビッグゲームになる。1、2番。ね。完璧にチーム全体の力で頑張って行きましょう。ベイスターズ、頑張れ。はい。ということでね、申し送り事項も終わりましたけども、まあ、今週もね、どういう戦いになるのか、皆さんね、もう来週からか、交流戦始まりますからね、今週うまくまとめて、交流戦入ってきたいですね。ということで、佐々木の月曜日、早着でした。今週もプロ野球、エンジョイ、ベースボール。